年末年始が近づいていますけれども、また年末一旦こう強い寒気南下してくるタイミングありそうですよね。そうですね、はい、帰省ラッシュなどに影響というのは大丈夫そうでしょうかね。そうですね、はい、皆さんのスマホでこう、ね、ウェザーニュースご覧いただけると思うんですけども、はい、まあ、ニュースにこんなタイトルつけてあるんですね、はいはい、年末は北日本に強い寒気、はい、そして年始 U ターンは大荒れかというふうになってまして、ちょっと2回寒気が強い、はい、寒気が入ってくるタイミングっていうのが出そうなんですね、はい、まずその年末なんですが29日に北日本強い寒気が入ってきそうなんですね、はい、まあ、それがこの天気図なんですけども、上空の5000メートル付近の寒気って書いてありますけども、マイナス36度っていうのが、まあ、大体大雪の目安で使ってるんですね、はい、で、マイナス42度っていうのは、うん、まあ、大雪のさらにもっとすごいタイプのやつっていうふうなことなんですが、はい、これがどうも北日本方面を中心にやってくるということで、ここ1回注意ですね、はいはい、で次に、年始 U ターンは大荒れかっていうふうになってるんですけども、うん、はい、ここのところをですね、ちょっとだいぶ先なんですけども、はい、天気図をちょっと用意しましたので、これ見ていただきたいと思うんですが、うん、はい、ちょっと見にくくって申し訳ないんですけども、等圧線、青色が等圧線で、うん、ここにちょっと灰色で出てるのこれ矢羽根、これ風の強さです、はい、が出てまして、はい、いつの予想かというと、これが1月3日の15時です、日本時間でいくと、はい、世界標準時間だと 06Z なんですけども、はいはい、で、この天気図の意味するところは何かというと、縦縞模様ですから冬型気圧配置ですよね、はい、うん、そうですね、はい、でちょっと時間を進めていきますと、はい、この縦縞模様がどんどんと立ってくるということと、うん、そしてこの辺りを見ますとちょっと見にくくってあれなんですけど、緑色の矢羽が出てるんですね、はい、これ風強いということを示してまして、うん、北西季節風が相当強い形で入り込むぞということを、まあ、意味しています、はい、時間はこれが1月4日朝、うん、日本時間の朝9時ということで、1月3日から冬型が強まって4日あたりにこうピークを迎えると、はい、いうことになりそうですね、うん、でこの時の寒気の強さが前回昨日と入ってきた寒気の強さぐらいということになりますので、この1月3日から4日にかけてのものは全国的に、北日本だけではなく全国的に、まあ、強い冬型になると、うん、いうことが、まあ、想像されるんですね、はい、そしてもう一つは、まあ、先日名古屋で大雪になりましたけども、はい、その時のパターンと似てまして、名古屋の方に日本海からこう、若狭湾から入った風が、はい、琵琶湖を通って関ヶ原を抜けて、名古屋の方に入ってくるという、うん、こういったパターンになってきますので、はい、太平洋側でもちょっとね、雪が心配だ、そんな形になりそうですね。まず28日が、こちらですね、北日本に雪がついてますし気温が下がります、はい、そして、3日から4日にかけてなんですけども、まあ、名古屋とか大阪は曇りのアイコンがついてるんですけども、気温が随分低くなってるわけですね、はい、でそうですね、はい、こういった気温になりますので、はい、まあ、雪の可能性っていうのを考えていただきたいと。福岡に雪ついてますね、はい、はい、ありました。帰省ラッシュは北日本を中心に、そして U ターンラッシュは全国的に、最新の気象情報を、ね、こまめにご確認いただけまして、時間に余裕を持った行動をお願いしたいと思います。この先も最新の気象情報はアプリウェザーニュースからご確認ください。